ナンバー・アイの未来を危ぶむ騒動。平野仕様の熱愛に弱わせとキャバ通い疑惑。ジャニーズ事務所から渡辺への移籍を果たし、新グループ、ナンバー・アイを結成した平野仕様神宮寺勇太岸優太期待された彼らの未来に、数々の騒動が巻き起こっています。平野仕様の熱愛に弱わせやキャバ通い疑惑、そしてグループロゴの論議。 これらの出来事がファン離れを加速させ、ナンバーアイの未来に影を投げかけています。1、平野耀の匂わせ疑惑とキャバ通い疑惑。ナンバーアイのリーダーである平野耀が、ダンサー兼振付師のリンハタトップの匂わせ疑惑に巻き込まれました。インスタグラム上でのペアコーデやコラボダンス動画が発端となり、 これによりファンの間で不穏な空気が広がりました。スウェットやピアスなどの共通アイテムに対する指摘も相次ぎ、ファンの心中は穏やかではありません。さらに、平野耀と神宮寺ゆうた太がファンクラブ会員動画での発言から、滝沢社長の懇意にしているキャバクラへ通っているのではないかという疑惑も生まれました。 これに対して一部のファンからはもっとファンの気持ちを考えて行動してほしいとの声も上がっており、グループの未来に不安を抱く声が広がっています。2、グループロゴの論議、ナンバー・アイが発表したロゴが人気ロックバンドザ・ボナズのロゴと酷似しているとして SNS 上で議論が巻き起こりました。 これにより、グループのイメージや信頼が揺らぐ事態となりました。しかし、戸部は公式ホームページで声明を発表し、ザ・ボナズ側との話し合いで合意を得たとして、現行ロゴのまま活動を続けることを発表しました。一つの問題が解決したものの、グループの安定したスタートが切れない状況が続いています。3. 影響と今後の展望。これらの騒動が、 ナンバー・アイのメンバーにどれだけ影響を与えているのか。現在、彼らは大型の出演情報が得られず、新曲や他のメンバーの活動もあまり注目されていない状況が続いています。日本のボーイズグループ市場が飽和状態であることも考慮すると、ナンバー・アイが再び注目を浴びるためには、メディア露出や国民的な作品への出演が不可欠と言えるでしょう。 ナンバー、愛の未来には多くの課題が浮上していますが、これまでの騒動を乗り越えることで新たなスタートが切れる可能性もあります。ファンとの信頼を大切にし、透明性を持ったコミュニケーションが求められています。熱愛やキャバかいの疑惑に対しては、誠実な対応とファンへの説明が重要です。また、グループロゴの問題に関しては早急な対応が求められますが、 トゲの発表により解決への一歩が踏み出されています。未来に向けてはメディア露出の向上や国民的な作品への出演などグループ全体での活動が重要です。業界の競争が激化する中でファンとの絆を深める努力が成功につながるでしょう。ナンバーアイのメンバーがこれらの課題に真摯に向き合い、 ポジティブな展望を示すことで、半離れを防ぎ、新たな成功につなげることが期待されます。